皆さんこんにちは、演歌歌謡曲チャンネルのシンです。今回もですね、一個前の動画で歌いました曲、冬のひまわりの解説をチャレンジしていきたいと思っております。ナクさんからコメントをいただいておりまして、ぜひ解説やってほしいっていうコメントをいただいておりましたので、今回もですねチャレンジしていきたいなと思っております。この冬のひまわり歌うのは2回目なんですね。前回歌ったのが2015年でございました。まあ、今回そんなにうまく歌えなかったですね。1番はあんまり良くなくて、まあ、2番からだんだんこう調子が上がっていくような感じになっちゃったので、まああんまり参考にならないかもしれないんですけど、自分でも、もうちょっとできたはずとか思っているんですけど、まあ大体そんなもんです。理想には届くのは難しいんですけど、一生懸命歌わせていただきましたので、概要欄の中にリンク貼ってありますから、僕が歌ったやつぜひよかったらまず聞いていただけると嬉しいなと。で、その動画を受けてこれから解説をしていきたいなと、そう思っております。この冬のひまわりは、作詞が五木ひろゆき先生、そして作曲が源哲也先生ですね。いつも歌を歌う前に必ず歌詞のことをねよく調べてみたりとか、歌詞に出てない部分を自分でこう想像膨らましたりとかいう作業を必ずやらせてもらってるんですけど、まずこのタイトル冬のひまわりって皆さんあると思います？まあ今の時代だからこういろいろ品種も改良されて冬にでも咲くようなひまわりってあるんじゃないかなと、もう僕も思ってたんですけど、実際にそういうの見たことないなと思っていろいろネットで調べてみたら、やっぱあるんですってね。ひまわりバラードという名前の品種で、気温が5度ぐらいまであれば、5度ですよ、5度、夏じゃなくて5度あればひまわりが咲くっていう、ひまわりバラードっていう品種もあるぐらいですね。まあでもこの歌詞の中に出てくる冬のひまわりは本当の意味でのそのひまわりっていう意味じゃないと思いますね。歌詞の中に出てきてるのも、季節外れの花が好きっていう言葉が出てきてるんですけど、そこにひまわりって言葉出てないんですよね。だから冬のひまわりっていうのは例え話、例えば冬に咲くひまわりという意味でタイトルをね、つけてるんじゃないかなと私は思っています。ひろゆき先生の小説本で冬のひまわりっていう本もあるらしいですから、読んでみたいななんて思っています。で、この歌詞について、ここからまた僕の得意の妄想になるんですけれども、ちょっとね、35歳の売れない漫画家に恋をしてしまった22歳の女性、間違いないです。しかも女性はですね、喫茶店で働いてるんですよね。それで自分で働いたお金も全部その彼のためにね尽くしてあげたいとか、本当にいい女性なんですよ。こういう性稀な女性だと思いますよ。本当に素晴らしいですね。本当に大好きな彼のために尽くす女性、本当に素敵な恋だなぁなんてそう思っていますけど、まあそんな思いも乗せながらこの曲歌わせていただきました。では曲の解説いってみましょうか。A メロですね、説明文ですね、状況説明みたいなことになってくるんですけど、やはりここにはあんまり感情を乗せないで、もうさらーっと歌うことを、まあ、最初は心がけた方がいいと思います。リズムに大きく外れないでストレートに歌っていくことを僕は気をつけていました。 A メロの中で一番感情を入れるとすればですね、花が好きっていう、こう好きっていうフレーズ、ここは感情なんですよね。私は好きなんだっていう、こう好きっていう言葉だけには花が好き、こうなんか優しく好きだよっていう、私は好きなんだっていう思いをね、ちょっとこうエッセンスを加えてあげるといいんじゃないかなと思って、最初は淡々と歌っていくんですけど、最後のワンフレーズでちょっと気持ちを乗せる、これが次のフレーズにつながっていく、これここがちょっとポイントかなと思っています。じゃあ続いていきます。続いてのフレーズですね。そこはですね、やはりこう回想シーンに戻っていく、まあ前回の解説動画でも同じようなパターンになってしまったんですけど、淡々と歌っていって、そう笑われたってい う, こう昔の記憶をたどって、今度回想シーンになっていくので、どっちかというと声とか歌い方は遠くにね、気持ちを乗せていくようなね歌い方を気をつければいいんじゃないかなと思います。あれは遠い日とか、ちょっとね思い出しながら歌うんですが、ちょっとはにかんだ笑顔のような心の中で気持ちね、あの日は幸せだったなとか、
あの日はこんなことがあったな、それも全部幸せな思い出だから、幸せな気持ちを、思い返しながら遠い目をして歌っていくような感情の乗せ方ですね。で、最後のあれは遠い日は、遠い日に関しては笑顔じゃダメだと思うんですよね。遠い日は一回また現実に戻ってこなきゃいけないので、そこに切なさがないとうまく話が噛み合わないかなと思うんですよ。あれは遠い日のところはやはりちょっとこう感情が落ち込むという幸せな思い出を思い出したんだけど、思い返してみれば、ああ今現実に帰ってくるっていうようなね、これがまた次の一文につながっていくという形になります。では続いていきます。ここすっごく大事なポイントです。ここからまた現実の話なんです。今自分の置かれている状況に対して今はね幸せじゃないんですよ。その幸せじゃない部分を、さっきはにっこり笑顔があったけど、この後でここでまた感情の起伏が出てくる。この女性は喫茶店で働きながらこの漫画家の男性を一生懸命応援してるんですよね。だからお金もないし、愛はあって夢もあるけどお金がない、生活するのも大変、今仕事も一生懸命やってる、それはよくわかってるんだと。自分の中の葛藤をここで歌わなきゃいけないので、ここでちょっと力強く、すごく大事なところ、この歌の中のポイントで言うと、思っちゃいないけどっていうメロディーなんですけど、ここは語らなきゃいけないと僕は思って、ちょっとこう区切りを変えたりしてます。思っちゃいないけど、極端に言ってますけど、セリフに変えていくようなつもりで歌うと引き立つんじゃないかなと思ってやってみています。欲しくないからのこのロングトーンね、ここ一番歌の中で見せどころ、カラオケ大会に、ね、出る方なんかだったら聞かせどころになるんじゃないかなと思うんですけど、ないからこのロングトーンをしっかり持っていかなきゃいけないと思います。ロングトーンはもう揺れないで、しっかり安定したロングトーンをここで披露させてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、やはりここの中にも感情があるのは、決意みたいなものをここにグッと乗せて感情を乗せていけばいいんじゃないかなと思います。じゃあ続いていきます。最後のフレーズですね。ここは高音が続くのでちょっと苦しいとこではあるんですけど、高音が続くときはどっかを抜くところをですね、私は冬のここまでね、冬のまでをちょっとふっと落としてあげると、まあ全体的に聞きやすくなっていくんじゃないかなと思います。冬のひまわりでまた高音が続くので、ちょうどここが中休みになるような感じの出せ方テクニックになると思うんですけど、もうちょっと落とせばよかったかなって僕のも思いますが、ぜひカラオケ大会出る方とかこういうところで、聞かせられたらいいんじゃないかなと思います。やはり歌ってドラマがあって感情の起伏なんかができてくると思うんですけど、やっぱりこういう落とすところ、また張るところっていう落差をね、いかにつけるかってことが結構僕は大事だと思ってやっています。思いっきり張るところは思いっきり張るんだけど、全部張ったらつまんない。例えば料理でいうとコース料理みたいなもので、全部メインディッシュが出てくるとやっぱり料理にならない、コース料理にならないんですよね。やっぱりこう前菜があって、何かスープが出てきたりとか、魚料理があって肉料理があって、最後デザートがあるような感じで自分の一番の中をですね、特にまあそれをまた大きな目で考えていくと、一番から最後エンディングまでを考えていけば、あここがじゃあメイン料理だなとか、ここが前菜になるんだなってことを頭の中でイメージしながらやっていくと分かりやすくできるんじゃないかなと僕はそう思っています。まあ、うまく説明ができないんですけれども、どっか温かい目で聞いていただく、まあ、僕はこうやってますよっていう解説動画ですから、でこの動画が
ちょっとでも参考になったなと思ったら、ぜひいいねボタン押してください。そしてよかったらチャンネル登録もお願いいたします。これからもいろんな曲挑戦していきますから、ぜひ応援よろしくお願いいたします。以上、演歌歌謡曲チャンネルのしんでした。バイバイ。